仏説摩訶般若波羅蜜多心経観自在菩薩行深般若波羅蜜多智照見五蕴皆空洞一切空役舎利子悉空異空空異悉即即即即即即空空即即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 即不造無限是空空寿無色無住創業色無限に微絶身に無色昇降未速法無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無空寿滅造無知薬無得意無小刀工房大サッターへ般若波羅蜜多心心無けげ無けげ公無空恩利一切天道無相空境涅槃三世小仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅三脈三毛内高知般若波羅蜜多是大臣主是大名主是無常主是無等道主能常一切空真実空高説般若波羅蜜多収束是周圧仰諦仰諦あらぎゃてあらそうぎゃてぼうじそうかはんやしんよ。はい、2016年1月の31日、今日で1月終わりですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は思ったよりも寒くなくてですね、まあ雪は残っておりますけれどもね、まあいい感じですね。今日はですね、実はまあ私の姪っ子がなんかディズニーランド行ってきたとか言ってですね、お土産をくれたんですけども、なんかディズニーだからミッキーマウスとかそういうキャラのやつかなと思ってたら、なぜかラスカルだった。ラスカルなんかも売ってんですかね、よくわかんないんですけどでもまああのラスカルが好きなので結構ラスカルグッズ集めてるのでちょっと嬉しかったですね。あ、赤下さんこんばんは。本日は返上法規少量集牧野第3、これを読んでいきます。定本は竹馬書房弘法大師空海禅師の第6巻でございます。勅使の兵風を処し終えて、すなわち剣ずるの表並びにし、というものからいきますね。めんどくさいね。勅を受けたまわって屏風を処し終えて、剣ずるというこういう書状ですね。書くのはちょっとここに書くのは大変だな。誰か書記をしてくれる人がいればいいんだけどな。ラスカルはジブリの前身じゃなかったかな。そうなの？本当？知らなかった。勅使の要を し終わる。すなわち、これでいいのか？剣ずる表。よいしょ。こういうの全身、いや分かってるよ、大丈夫大丈夫。脳内変換をします。それでは読んでまいります。勅使の兵風を処し終えて、すなわち剣ずるの表を並びにし。原文、舎門空海申す。去る6月27日殿物助伏せの尼五歳の五両、金円の五尺の兵風四条をもって参謀に至り来る。生死を奉戦して空海をして、領官の古今の詩人の宗句を処せしむる者なり。たちまちに天命を報じて継承をたとえがたし。現代語訳、
社門空海言上いたします。去る6月27日、殿物介の伏せの尼が五色の五の綾絹に錦の縁取りをした五尺の屏風4枚を持って高尾山の参謀にやってまいりました。正史、帝のお言葉ですね。それを伝えて空海に命じて、二巻の古今の詩人の秀句を書かせよとのことでした。急に天子のご命令をかしこみ、驚き恐れの念は例えようもないほどでした。絶対これは、どの口で言うっていう感じがしますね。絶対張り切って書いたと思いますね。中島さん、あのシリーズは宮崎駿とかが噛んでいたはず。ハイジとか、そうですね、ハイジはそうですよね。有名よね。ハイジはね、ちょっとね、私も知ってる人が一枚書いで、か、噛んでるんですよね。ハイジよかったよね。さて、この殿物介、伏せの尼について注釈を読みます。殿も主殿と書きますが、主殿は殿も領、括弧大宝領の姓で宮内省に属し、天皇の予練、戸主ですね。それから庭の清掃、節への松明、拝、神壇、庭火などの配給などを司った職のこと。助は次官、伏せの尼はその名前であると。さて、戻りますね。原文。空海菊、物類行を事にし、自軍隊を分かつ、修者用を事にし、文才、文武才をことにす。ここで一回切りますか。なるべく短く切りますね。私空海は聞いております。万物は形が違い、物事は本質が分かれ、船と車は働きを別にし、文と武は才能をことにするとか。原文。もしその能に当たればこと、すなわち痛快し、言う、その義を失えば、ロースといえども益なし。現代語訳。もし、それぞれの能力に合致すれば、事柄はうまくゆき、働きがそれぞれの持ち前に外れれば、労力を費やしても利益はありません。利益、利益はありません。確かに頑張ったからといって、何事もできるとは限らないですよね。続き。原文。空海元より勧誘の念にふけりて、久しく偏若の書を立つ。立つや即し、誰か戦費を労せん。終日就寝し、何ぞ牧地に耐えん。現代語訳。私空海は元来禅定三昧にふけっていて、長い間草書と草書、行書とか草書とかの草書ですね、と縁を切っております。夜通し禅定に入る修行をしており、布団に穴を開けるような書のための苦労もせず、一日中心の修練をしており、池を墨で染めるような書の勉強には耐えられません。いや、こいつが何を言ってるかって気がするんですけど、一応注釈を入れますね。勧誘の念、牛を見る、念というのは何かなんですけど、ここの注釈、一応板書してった方がいいんでしょうか。なかなか。この間パソコンをリカバリしてですね、辞書もね、思い切り消しちゃったんですけれどもね、サブのパソコンになんとか一部残ってたので、それをですね、よっこらしょと引っ越してきました。勧誘の念、
一種の禅定三昧、研ぎ牛が、牛をほふる者が牛を四つに解体をするように、菩薩も般若、般若というのは妄念から離れて真実の相を悟る知恵、サンスクリットプラジュニャですね、この知恵を持って禅定に入り、次第四つの元素というかですね、地水火風、これが全て空であるというふうに感ずる、大本般若経の末期の語に見えるもの、この勧誘の念をしていますということですね。 それからですね、久しく遍著の書を立つ、ここですが、遍著というのはですね、遍著ってお医者さんの遍著ではなくてね、かささぎっていうんだよね、これね、遍著の書。よいしょ、これね。遍著の書というのは、良の有見後の東宮の戸籍を写する刑に、若遍乱刑の制と書について述べていると。若刑というのは真の作成、これ名前でしょうね、の書生という、書物ですかね、草書について述べていて、翻ること、鶏卵のごとしとあるのによる、若遍も卵形と並べられていることから、草書の必然について言うことは確かである。とにかく、遍跡の書っていうのが草書の、文体で言うと真行草の草書のことを言うということなんですけど、なんで草書かっていうとですね、この時代非常に草書が流行ったっていうわけじゃないんですけど、ファンタさんどうもお久しぶりです。お茶ありがとうございます。私も今日はですね、番茶を飲んでいます。ですね、この時代はですね、日本の三筆という人たちが出た時代なんですね。嵯峨天皇、空海、立花の早成、この人が三筆というんですけれども、この人たちの書っていうのは草書なんですよね、みんなね。で、その草書がですね、非常に中国チックな草書なんですよ。それで、空海の伝記を見ると、どの伝記を見ても草書が非常に上手だったと書いてあるんですよ。で、私がね、勝手に分析をしたところですね、一応ですね、書の聖人というのが王羲之ですよね。ところが王羲之と並ぶ人が実はいるんですね、中国の書道上には。それでその人はですね、草書がうまかったんですよ。で、空海はその人の字に、字その人、その草聖というふうに言われてるんですけど、草書の聖人であるという、その人と非常に比較をされるので、なのできっとそのここで草書というのが急出てくるのかなと勝手に思っています。続き、それから「数息布団」、「数息し数」数という字に息という字で、数息、出入りする息を1から10まで繰り返し数え、乱れた心を抑えると、禅定を学ぶ第一歩である。これね、数息観っていうのをやりますのでね、簡単に出ない。数息をやったと、いうことですね。それから戦費、これがですね、ごめんなさい、逍遥です、逍遥。三国の魏、三国志の中にも出てくるんですけど、逍遥っていう人出てきますよね。その人が、寝ている時も布団にですね、手で字を書いて練習をしててね、ついに布団に穴が開いちゃったと、こういう話があるんですね。なので布団に穴を開けるような修行をしていないというのはそのことですね。それからですね、この墨池、池を墨で染めるという、これは何かというと、墨、よいしょ、
これはですね、五巻末の人、長子、長子、長、最近このパソコンで文章をあまり書いてないからな。長、ですね、この長子、五巻末だっけかな、でもそう書いてあるからそうなんでしょう。長子あざなは白衣の話、晋の栄光の子体書生という書物の中に、高能の長白衣なるもの、まあ長白のこと、長子のことですが、およそ家の、家の栄白、必ず処しての地、これを連す、池に臨みて書を学び、治水ことごとく苦労しとある。ですね、この時代はだから一般的に紙が出回ってない時代で、で絹に書いた、まあ一応これを見ると絹に書いて、その絹を洗ってもう一回使ったみたいなこと書いてあるんですよね。でも絹に一回こう書いちゃったら、それがね、洗っても落ちないと思うんですけど、どうなのかな。私が知ってる話ではですね、この長子という人の墨洗池の話は非常に有名なんですよ。実際に今もあるのかもしれないんですけれども、確かシルクロードの方のなんか結構僻地なんですよね、この人のお家。それでまあ絹、そうそう、一番初めはね、もちろん紙が買えないから、お家の岩に練習するんですよ。石とか岩、でっかい岩に。で、それで書いて、その石をですね、洗うんですよ、池で。だからその池が黒くなったっていうんですよ。で、ある時にお嫁さんが来て、そのお嫁さんがこれに書くといいわよって言って、絹を持ってきたと、持参金みたいな感じでね。なので、それから絹に書くようになりましたっていう話でしたね、私が昔読んだのがね。まあ、それで、そういう墨、池を墨で真っ黒くするような修行もしていませんと、こういうわけですね。それでは続き、原文。人早期にあらざるに、誤って官能の体に対す、自然と欲するもあたわず、強いて良官の振るう。現代語訳、早期のような人でもないのに、早期っていうのも五官の人ですね。この人は篆書、隷書が上手だった人ですね。篆書年鑑、篆書年鑑というと、ちょっと忘れちゃった。ですね、あまりその時代、その時代にちょっとだけ記録があるけど、あとはよくわからないみたいですね。明科さん、絹に書いて洗うのか。一応ね、だからね、ここの注釈にはそう書いてあるんですよ。なんか「子体書生」という本にはそのようにあったと。でもどうなんだろう。私はだから、石とか岩とかに書いて洗ったって聞いたんですよね。篆書、隷書、そうそうそう。なので、まあ、空海は、まあ、だから、その格付けランキング的なものをですね、何の 格付けランキングみたいな感じでですね、書の上手い人は誰みたいな感じをあちこちからこう寄せ集めて、比較をして、見たことがあるんですよ、一回。そのいろんな文献に現れてくる人でね、誰それは誰それよりもうまかったって書いたら、その人をこう上に持ってきてっていうふうに自分でね、ランキングをね、まあ、そういう書物に現れるやつをこうやったら、比較をしたらね くだらない比較なんだけど、弘法大師は、草書は、まあ、一番ぐらいうまいというふうになっているんですね。それで、まあ、その早期のような人でもないのに、間違って漢の朝廷に対することになり、辞退したくてもできずに筆を振るうことになりました。まあ、要するに、私なんかとても書けませんけど、まあ仕方なく書きましたと、お申し付けなので書きましたって、お前何言うてんねんって、お前書かなかったら誰書くのみたいな感じなんですけど、まあ、続き。良寛、龍の、管と書いてですね、筆のことですね。この筆と言わずに、いちいち龍の管、良寛なんていうのもかっこよくないですか？これですね、良寛、これが筆のことだそうです。続き、
原文個人の筆論に言う書なるものは算なりと、ただ結果をもってノーとなすにあらず、必ずすべからく心を供物に遊ばして、解放を散逸し、法を指示にとりて、行を万類にかたどるべし、これをもって妙となす。現代語訳、個人の筆論に、筆論という書物にですね、書というのは算であると言っています。算は解散とかの算ですね。散るという字。書というのは算であると言っています。ただ、字の格好に気を配ることを良しとするのではございません。必ず対象に心を遊ばせて、胸中の思いを解放し、式に法則をとって、万物に形を似せるべきです。以上のことを至妙の技と考えます。いや、私ごときが書けませんよなんていう話を言っていたのに、なぜかここで お説教じゃないですけど、自分の書論が入ってくるってことは、やっぱり相当自信があるんでしょうね。なんかかわいいな。三はこの字ですね。書というのは三である。いいですね。ですね、これはですね、この筆論という、筆の論という、筆論という、これはですね、後漢末の西洋の作というふうに言われてます。西洋という人は三国志に出てきますよね。この中に、書なるものは算なり、書選と欲すれば、まず、大法を算ずべし、上に任せ、書を欲しいままにして、しかるのちこれを書せ、とこういうふうにやるんですね。それでですね、いいや、こんなところ。それでこういう、今いろいろお話をしてるのはですね、中国のこんな本にはこう書いてございます、あんな本にはこう書いてございますっていうことをですね、いちいちですね、書いてるんですね。キリちゃん、はい、お茶ありがとうございます。あ、明科さん、チラの人がね、また一人増えましたよ。今日はシュルちゃんいないですね。それでは続きいきますね。原文、このゆえに草稿の風信だ、朝夕に擬して筆を振るい。こういうのって、踏んでを振るいとか読むんでしょうね。王将の息は流僧を思いて筆を損。現代語訳、だからこそ宗傑って漢字作った人ですよね。宗傑の風流心は、鳥の足跡に真似て筆を震わせ、この鳥の足跡を見て漢字転書っていうのを思いついて作ったんですよね、確かね。それで筆を震わせて、王羲之の意気込みは竜の爪痕を思い浮かべて筆を染めさせました。書生王羲之。続き、原文、中書は宗父に発す。権勢の運気の功、無線風気の感、水路献身の体、格闘閻魔の行、麒麟蘭方の妙、水素至栄の僧、格のごとき六十余体なるものは、並びに皆人、人心のものに感じて作れるなり。現代語訳、蛇書っていうのは蛇の書と書きますが、この蛇書というものは、陶叟という人から起こって、この人は、その蛇がこううねうねと、何でしょうね、動く様を夢に見て、それで書のこう奥義をですね、悟ったらしいんですけれども、そういうふうにして、それから中書、虫の書ですけれども、これはですね、三書って普通は言うのかな。三書、蚕さんの書というふうに書くらしいんですけど、そういう書体があったそうなんですね。で、それは宗子という人の妻に始まりました。それから聖帝、聖なる帝、犬猿、これイエローエンペラーのことですね。犬猿の運気によって起こされた、
教主、仙人である向こうの風になびく、にらによって起こされた環境、水路、剣心の字体、水路、露が垂れるですね、剣心は針が立つ、針にかかるですね、の字体、それから角と鶴の頭、それから円馬、円馬って何でしょうね。ですね、反射の杖、連門のごとし、これを円馬という、ちょっとわかんないね。まあそういうですね、今で言うフォントですね。簡単に言っちゃえばそういうことですよ。で、そのやっぱり流行るフォントとかさ、やっぱり美しいフォントがあるわけだよね。 そういう字形、それから麒麟、蘭方の名、随想とも言える紫詠の姿、そのような64の書法はいずれも全ての人の心が物に動かされて作られたものです。まあそういう数々のフォントを自分のものにしてたんですね。きっとそういうこと。続き。あるいは曰く、筆論筆教は、例えば詩歌、詩歌の確立のごとし、詩はこれ、静を整え、兵を作るの静あり。理も、書もまた、病を除き、理に可能の道あり。現代語訳、ある人は言っております。筆論、筆教、これは両方書物でしょうね。こういう、書論、書道論ですね。これは、まあ、西洋の先ほど言った筆教と、それから筆論は王羲之のものみたいですね。それは例えば詩の専門家における、詩、ポエムですね、の専門家における格調、音律のようなものだと。詩は音律を調和させて、まあ、音の響きですよね、韻を踏むわけなので、それを調和させて詩兵を避けるための規則があります。詩兵っていうのは詩の病と書きますが、これ注釈を読みます。詩性配列上の欠点、文教皮膚論。文教皮膚論っていうのは、この詩のですね、論文ですね、なんですけれども、まあそれにも書かれてるそうですね。まあ茶碗天目みたいなね、そのアクセントにやっぱ美しくないアクセント、ダメなアクセントっていうのがあるわけなので、そういう話でしょうかね。さあ、赤文字がついておりますが、皆様からのお賽銭によってこのまま延長をさせていただきます。ありがとうございます。それからですね、そういう規則があるように、書にも、諸病を除き、書の病を除き、筆理に、筆の理にかなうための道がございます。原文、詩人、声と病等を、症と病等を解せざれば、誰か詩集を甘ん、書者、病と理に明らかならざれば、なんぞ書評に預からんと。現代語訳、詩人は詩性と詩病、詩の病を理解しなければ誰が詩編を編纂してくれましょうか。書家も書の病と筆の理に明らかでなければ、どうして書評の中に入れられましょうか。原文、また詩を作る者は答えを学ぶをもって妙となすも、古詩を写すをもって能となさず、書もまた恋に偽するをもって善となすも、古籍に似たるをもって功となさず。いにしえより能書百科の大異なるゆえんなり、斎王大いに笑い、逍遥深く嘆くはまことにゆえあるなり。現代語訳、しょ、えーと、詩を作る、また詩を作る者は、古体を、まあ古いものをですね、学ぶことを立派だと考えていますが、古詩を引き写すことをよしとはいたしません。書も同じく個人の意に倣うことをよしと考えておりますが、個人の書籍に似ていることを巧みだとはいたしません。昔から能書家たちの書体が区別される理由です。
ああ、なるほどね。全く同じように書いたとしても、それはコピーだもんね。やっぱり自分のオリジナルを込めないといけないわけだね。なるほど。続き。まあでも、同じに書いたつもりでも同じになんないんだけどね。続き。昔から、違う違う。諸方の、秘術を得て、西洋が大声で笑い、得られぬために、逍遙が深く、外観、まあ、嘆いたのは実際当然のことなのです。なるほどね。まあ、西洋とか逍遙っていうのは、結局、魏の人ですから、まあ、三国志の時代ですよね。その後の時代が、まあ、王羲之の時代ですからね。で、まあ、その前ですよね、趙氏。先ほどの住新井家の話は、それよりちょっと前の話。この辺でいろんな人たちが出た時代なんですかね。続き、原文。空海たまたま書を介する先生に会いて、ほぼ高潔を聞く。しかりといえども、志すところの道別にして、かって心にとどめず。現代語訳。私空海は、諸法に詳しい先生に出会ったことがございまして、大体その秘訣を聞きました。しかしながら、志す道が別なので、全く心にとどめませんでした。原文。今、生来の心境に頼って、神事の乳を抜く。陸所の水槽を織り、八体の映画を積む。天筆を停滞に学び、長官を創生に議す。長いね。この人、言い出すと止まんなくなる人なんだね、きっとね。まあ、もうちょっとか。山水を思いて廃発し、老将にのっとって終始す。ここまでね。今、正常の、まあ、お上のですね、雷のようなお言葉に、勅命によって、心の内にこもっているものを呼び覚まします。陸所の、草木を倒り、八体の花びらを摘み取り、筆の運びを叶えに刻む姿に学び、優れた筆の動きを創生、趙白衛に真似ます。この人が趙氏ですね、先ほど出てきた。やっぱりご自分が趙氏好きだったんですね。趙氏の書って残ってたとは思うんですけど、まあ、紙がない時代な、ないっていうか、紙に書いてるわけじゃないのでね。ちょっとやっぱり、どうなのかな。まあいいや。山水を思い浮かべて心を解放し、字の双方、痩せてる豊か、痩せてる太ってる字がね、その規則に従ってきっちりと書きます。なんかいっぱいいろんな、ですね、逍遙、西洋と逍遙の話を少しここに注釈を読みますわ。西洋、後漢末の最も優れた文化人の一人、幅広い学識があり、文学者であり、書家としても一流であった。大学の前に建てられた騎兵設計は彼の手になると言われている。そうなんだ。まあいいや、続き。逍遙、これは魏建国の後進の一人、書の名手としても知られる。やはり、墨子編を引くと、魏の逍遙八戒、この人は西洋のことですが、西洋の筆法を異端の座に自ら胸を打ち、ことごとく仰し、よりて血を吐く系。大祖、五霊譚を持って、大祖は曹操のことですね、三国志の。五霊譚を持ってこれを救い、生きるを得たり、よう年頃にこれを求むも与えず、譚の死するに及び、よう人をしてその墓を討伐せしめ。ついにこれを、そんな話なの？次に、空海の先生が誰なのっていう話なんですけど、書を介する先生、誰のことなの？ これはまあ、ざっくり言うと不明でございます。 それでですね、誰だったんだろうね。ただ王羲之のスタイルとはもう違う書なのでね、誰だったんだろう。
さて、それからですね、6つの書というのは何のことを言うのっていうのもですね、ちょっとわからないんですけど、まあ一つではその漢字の話、四字、象形、形声、怪異、転注、呵責、設問開示にですね、そういうふうな分類がしてあると思うんですけれどもね、その6つだとかですね、あとは他にもいろいろあるみたいですね。なんか懐かしいな、設問開示にあったんですね、このよく象形文字とか形声文字とか怪異文字とかね、小学校とか中学校でやりましたけどね、それですね。さて、それから八体ありというこの八体ですが、八つの体、八つの体、なんだろうというと、これも設問開示にあるみたいですが、真の書に八体ある、ありと、まあ、フォントですね、それこそね、1に曰く大典、2に曰く小典、3に曰く国府、これは何だろう、わからない。4に曰く中書、さっき出た虫の書ですね。5に曰く、門院、当院、門院か。6に曰く書院、7に曰く首書、8に曰く隷書とある。草書は寛大、以後ですね。よく言われるんですけど、草書と、楷書があって、草書と少し崩して行書になって、次に草書になったんですかって言われるんですけど、そういうわけではなくてですね、ほぼ同時にできているみたいですね。ただこれ見ると、設問開示の時代にはないので、漢の以後、漢以後。というわけで続き、なんか自分でもよく分かってない。それから続きね、原文。君臣、風化の道、上下の格に含み、夫婦、義弟の行、陰陽の典に収む、各種友情し、貞根、友貞あり、三歳、変化し、子女、生殺す。尊卑愛教師、大小次第あり、倫理和平し、関区宿教す。これらの仁義ことごとく時事に収む。功を諸地に謝すといえども、密かに賀主を恋願う。まあ、ここまでですね。現代語訳。君臣、君と臣下の教化の道、教化の道は、上下の匹角に含み、夫婦、義姓の行いは、陰陽の典に蔵されています。客と主人との間には礼儀があり、兄弟は仲睦まじく、天地人の三才は移ろい、四季は万物を成長させたり、殺したりする。尊いものと卑しいものの間に、慈愛と尊敬があり、大きいものと小さいものの間に秩序がある。倫家、尊利、まあ、村と里の間が仲良く、天下はきっちり整う。以上の深い道義は、すべて一字一字の中に包み込まれています。出来上がったものは、長白衣、先ほどの長子ですね、創生、まあ、そう、よいしょ、これですね、創生というふうに言うんですね。この草書の達人だった人、創生。ですね、どこまで行ったんだっけ。そう、長白衣に劣るとは申しながら、密かに天下な趣を願うものです。はい、赤嶋さん、それ NHK の美術でやってた感じになって、そうなんだ。NHK も結構いい番組あるからね。サルちゃん、お茶ありがとうございます。なんか非常にこの、やっぱり王羲之なんかどうでもいいって感じ、どうでもよくはないけれども、この創生という長子さんをですね、非常に意識してるなっていうのが伝わってきますね。ビンビン伝わってきますね。さてさて、続き読んでいきますね、原文。
またそれ、右軍功を兼ね、重ねて、なお、いまだその妙を得ず、手芸者をもてあそんで、初めてすでにその極みにかなえり、自害の凡庸、なんぞ天閣の奥を開せん、なんぞ言わんや空海をや。現代語や訳、それにそもそも王羲之は努力を積み重ねながら、なおその修行の技を得られませんでしたし、あ、そうなんだ。すべての技芸は砂をもてあそぶように無限の積み重ねがあって、初めてその極致に行き着くものです。それ以外の凡人にどうして天閣の奥義を理解しえましょうか。まして私空海ごときが何ができましょうか。いや、よく言うなって感じですけど、この右軍っていうね、右の軍というのは誰のことかというと、王羲之のことですね。王羲之はそういう官職にあったんですね。しかし、なんかこう、初めはね、私、そんな書道の練習なんてしてないので書けませんとか言っといて、だんだんこう、書論みたいな話をしてきてですね、その後はですね、書というものは、文字というものは、すべてを包み込むんだみたいな、人の礼儀とかですね、天地の成り立ちとか、もう宇宙を含んでいる、社会を含んでいるみたいなことまで言い出したので、ちょっと私は、ドン引きしております。空手2段の腕前ですもんね。そう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 、通信空手。 はい、それでは続き読んでいきます。原文、耳にその義を聞くも、心に義を損せず、虚しく筆墨を費やして、かたじけなくも珍平、珍平でいいのか、珍平を汚す。現代語訳、耳でその義を聞いても、意味を聞いても、心の内には残っておりません。虚しく筆と墨を費やして、恐れ多くも立派な屏風を汚すことになりました。いや、本当は自信満々だと思います。原文、一はおののき、一は恐れ、神魂冷えつす。時において行儀光を流して、企画、おのずから感ず。現代語訳、おののきと恐れに魂が飛び去る思いです。この時、聖天子に秘せられる太陽が光を投げかけてくだされば、ひまわりのような私は自然にそれに感じて光を仰ぎ見るものです。ひまわりってこの時もあったんだ。へえ。ですね、ひまわりですが、企画というね、ふうに言うんですけど、これか。よいしょ。企画、通信空手、若新さん、そうそう、通信空手2段なんです。 猿ちゃん、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。まあ、そのくらいだったら最近言えますけど、ここで読ませていただいてるんで、少しはね、それ言えるようになってきましたけど、外郎売とかね、どんな感じでみんなあれ言えるようになるんですかね。なんか私には無理。この薙刀のなんとかかんとか。企画、戻ります。企画というのがひまわりのことなんですって。なんか、ひまわりがこの時代あったんだっていうのがちょっと不思議だったりするんですけども、これね、ひまわりのこと、自分に比す。いや、ひまわりのような私、けなげな私。これはですね、魏の宗智、曹操の息子ですけれども、魏の宗智の、
心身に通ずるを求むる表に気格の刃を傾くるがごとく、太陽これがために光を巡らすといえども、しかれどもついにこれに向かうものは聖なり、ここから来ているそうです。ひまわりのような私は。いいな、なんかちょっとつぼったやばいつぼった。続き、原文。山に対して管を取り、物に触れて今日あり、自然の王を答えず、覚えずして銀エース、すなわち獣院を注して、あえて後に処す。現代語訳。山に向かい合って筆を取り、景物に触れて、景色物に触れて環境を起こし、自然の感応から思わず詩を歌いました。早速獣院の詩を作って思い切って後に記しました。サルちゃん拍手ありがとうございます。言えました、なんとか。赤嶋さん、流れに合わせていくと言いやすいみたいです。リーローリが、そうなんだ、ふーん、そっか。でもほら、なんて言うんでしょう、よく私はね、こういう文章は結構それなりに読めるんだけど、ああいう、なんだろうね、普通の文章、普通の小説とかはやっぱり滑舌が回らないんですよね。こうよく出てくる単語とか出てくる文章とか、あるいはその、なんでしょうね、いろんな、あとはその調子、漢文を読む調子って独特じゃないですか。だからそれは読めるんだけど、他のは読めないっていう感じですね。結構こう発音が硬いので、そんな柔らかいものはあまり出てこないですからね。でもね、早漏文っていうのがね、全く読めなかったんだけど、かなりずっと前に「歎異抄」を読んだらね、読めなかったんですよ、全然。だけど最近「平家物語」少しね、やってますので、だんだん読めるようになってきましたから、やっぱりウイロウリとかも慣れなんでしょうね。いかいか話が進まん。続き、原文。伏して凍う天時のその在下を許さんこと、公人公人、慎みて処するところの兵符及び宗区の本、表に従えて方針数、軽々しく将乱の怪我し、伏して旅館の増す、社門空海、誠に、後世、後世、ごめんなさい、誠にこう、誠に今日、慎みて申す、ここですね。現代語訳、伏してお願い申し上げます、どうか、ご自愛を賜り、ご自愛、この罪とがをお許しくださいませ。まあ、罪とがっていうのはうまく書けなかった、立派な屏風を汚しちゃったと、こういうわけですね。お目汚しですが、という。さすれば幸い、これに優るものはありません。慎んで筆を取りました。屏風と宗句の、本を上層文と一緒に、法上いたします、まあ、立て祭りますと、軽々しく商乱を怪我しまして、流れる汗がいや増すばかりでございます。商乱、薬師如来も商乱あれとか言うんですよね、ウイロウリね。サルちゃん、壁眼録っていうのを読んだことあるけど難しかった。壁眼録ね、私はないですね。この間までは無音感読んでましたけど、ダメです、私に合いませんでした、ちょっと無理でした、途中で脱落。落語みたいだし、ウイロウリですよね、そうそうそう、あれ面白いですよね。場面を考えながら落語みたいに緩急つけて読んだらいいんでしょうね。川の流れのように、何が流れ、流れに合わせていくから、川の流れのように、なるほどね、なるほど、行く川の流れは絶えずしてみたいな感じね。死して屍拾うものだしなんかみんなよく出てくるね。さて、続きどこだっけ。
軽々しく小乱を怪我しまして、流れる汗が嫌ますばかりでございます。謝門空海、恐れおののき謹んで言上いたしまする。公認7年、西暦816年8月15日、謝門空海上表というわけで、ここで、漢詩が入っておりますので、詩を読んでまいります。原文、壮麗白雲観念の人、観念の人ですかね。壮麗白雲観念の人、なおざりに接客す僧行心。現代語訳、青い峰、白い雲、そこに住む禅情に専念する人間。なおざりにして捨て去っていた僧所、行所、会所。ここも僧所、行所、会所の順番なんですね。僧行心。ちょっと喉を潤しつつ、原文。心はブッテに遊びて、筆に遊ばず。余波を顧みざること、幾瀑の春ぞ。現代語訳、心は仏の世界に遊んで、書の世界には遊ばない。世間を振り返らないで、どれだけの春を過ごしたことか。振り向くなアムロ、違う。シャモン、そうですね、いつもシャモン空海という言い方、署名とかはそうなってますね。シャモンは、サンスクリットシュラマナ、努力をする人というのが言語だったと、原義だったと思います。サルちゃん、死して屍拾うものはないけれども、海でハマグリ拾うものあり。 それも結構言いにくいね。海でハマグリ拾うものあり。それ3遍ぐらい言うのはきつそう。 続き、兄思わんにゃ、名工戦艦の交わし、黒刀流走君がために鎮前とは。現代語訳、それを名天使と書簡を交わし、黒刀の書、流走の書を主君のために連ねるとは思いもかけなかった。これね、黒刀流走っていうのはさっきありましたけどね。どこだっけ。流走、黒刀、竜の爪、どこだっけ。角刀、鶴の頭だ、さっきのあったのは。でも似たような意味ですね。さて、続き、シャモ、軍系、シャモ、シャモンだからシャモ。シルちゃん、こっそり、さの人が増えたね。仲間が増えたね。さあ続き、黒刀流走君がために鎮前とは、将軍濃淡、あれ、ちょっと待った。続き、将軍濃淡、御帝よりいで随走春刀帝人を観ず。現代語訳、めでたき雲、これは雲の書のことですね。めでたき雲は、濃く淡く御帝よりいでて、めでたき雲、将雲、雲書、雲のような書体でしょうかね。続き、随走、めでたき草、この詩詠書、これはですね、先ほど出てきた書体ですね、フォント。めでたき草は秋も冬も天使の仁愛に感じて花が咲く。原文、青山水学松鳳を見、花園桂林松林を望む。現代語訳、青い山、緑の竹には、飛ぶ鳳凰が見られる。これも鳳凰の書ですね、書体。
それから花の園、玉の林には走るキリンが眺められる。まあ、これもキリンの書ですね。それでは続き。原文。さらに、さらに、謙信と東急とあり、接し、相伴って、丹心の尽くす。現代語訳。その上、謙信、これが垂れ下がった針、まあ、先ほど針の章っていうのが出てきましたけど、それと、東急、逆さに生えたニラとがあって、切なる思いを込めて宮殿を埋めている。原文、流観、地に臨みて卓袱を整え、右近をたちまちに照らして合品の天図。現代語訳、筆を取って池に臨んで墨を整えると、日の光はたちまち照らして筆に墨をつける。さっき長々長々と3文の中で出てきた話が全部ここの中にこもってくるんですね。続き、暴風骤雨、来たり汚すことなかれ。これはこれ、群王の相違するところなり。現代語訳、日の光は暴風やにわか雨が、訪れて汚すでないぞ。これは天子様の愛し、珍重するものなのだ。原文、晶眼しばしば霧ありて、暗中潤す。汚さんことを恐れ、静を望んで月潤を経たり。現代語訳、松の生える岩にはしばしば霧が立ち込めて、庵の中は湿る。汚すことを懸念して、晴れを待ち望んで月日を経過した。原文、画庫、画寮、すべてニーズ。心寒く、心熱くして、幾度か逡巡す。現代語訳、虎を描き、竜を描いても全く似ても似つかず、心は凍えたり熱くなったりして、何度か想像をためらった。竜を描くっていう話はよくありますよね。画竜転生とかね。ここの話の注釈を読むと、画虎画竜、これ画虎虎を描くというのは後漢字を馬遠伝。馬遠っていう人は絵描きさんでしたよね、確かね。なんだっけな、なんか特殊な遠近法じゃないし、なんか編み出した人なんだよね。虎を描きてならず、かえて犬に類すという、こういうのが後漢字にあるそうなので、それを意識するのであろうと。画竜はなぜ描いてあるかは分からないけれども、まあ関係があるんだろうと、こういうわけですね。以上、勅使の兵符を所し終えて、すなわち剣鶴の兵並びにし終わります。ちょうど赤文字タイムですね。今何時？23時。何？赤品さん、黒糖流走5時分かってって書いてある。ありがとう。猿ちゃん、お茶、お坊さん、伊右衛門、どうぞ。なんだっけ、それ。お茶の名前でしたっけ。鳳凰麒麟、そうそう、なかなか派手派手しい詩ですね。なんかこの時代なのかな、絢爛な感じですね。麒麟ビール、猿ちゃん、ありがとうございます。シュルちゃん、そうそう、苦味がまたチャイマンが それで、ルネッサンス、ルネッサンス、ああ、なるほどね。なんか、ハイタッチしてるし。サルちゃん、お茶、坊さん、そちらでございます。ありがとうございます、お茶。お坊さん、マンチャブレンドでございます。何や、マンチ、あ、ま、マンダ？マンダブレンド。ありがとうございます。なんかいっぱい来たね。
シルちゃん、なんだろう、シャモン、シャミが自分のことを言う場合、謙譲語にあたるか、一シャミである私と謙遜しています。え、マジ？シャミっていうのはさ、具足戒受けてない人はシャミじゃないの？出家はしてるけど、実戒は受けてるけど、実戒、シャミの実戒は受けてるけど、具足戒を受けてない人はシャミですよね。シャモンはお坊さんじゃないですか、出家者。まあ、すべて、出家していればシャミと名乗れるんじゃないかなというのが私の認識ですが、間違ってたらごめんなさい。なんかみんな盛り上がって、なんか I am shy。 みんな酒盛りが始まったんですね、宴会が。非常に美しい詩ではあったんですけれども、やっぱり基礎学力がないと、これをこうバーッと書かれたのを見て、意味が当時の人は分かったんでしょうかね。分かったとするとすごいなと思うんですけど、ちょっと苦労しましたね。私は次の中樹観光の詩並びに序、これが結構好きなんですよね。今23時、もうちょっといける？これちょっと短いからなんとか頑張って読めるかな。よいしょ。これは注釈もそんなに難しくないのでいけるでしょう。てか、このサムネの赤い的みたいなのは何ですかね？ これは多分非常用の何かのボタンじゃないんですか？よくわかんないんですけど。的ではないんです。 すいません。それでは、中樹環境の詩並びに序。原文、確実なるものは、確実かな、悟りの日と書きますが、確実なるものはもとより常なり、文字なるものはこもごも写す。武珍は昨日なりしにふわふわ促す。なんぞ忍び日天矢のごとくに巡りて、人の童顔を奪うに。憎からずや月伝徳来たりて、人をして変異せしめること。ここまでにしましょうか。中樹というのはですね、これはですね、中ほどの樹というので、何歳かはわからないんですけれども、おそらくこれは弘法大師が書いた時は40歳前後なので、40歳になりましたということで書いてるわけなので、40歳っていうのはですね、実は中国の古典では、60歳以上が中樹、60歳説とか100歳説とかいくつかあるんですね。ただ日本でこの頃は40以上で一応長寿のお祝いをしているようなので、なのでまあ40歳ということでやってるんでしょうね。現代語訳、悟りの世界に生きる日々は当然永遠のものであるが、迷惘の世界に生きる時間は次々と消え去っていくものである。砂いじりをして遊んだのは昨日のようなのに、40の年はせき立てる。どうして耐えられようか。太陽が矢のように早く巡って人の童顔を奪うのに。まあ、老けちゃうんですね、顔もね。腹立たしいではないか。月が早く動いて人を変化させていくことは。原文、子竜はこの日、共戦し、ラモンはこの年、有心し、俗家はこれを餓して宿営するも、方法何事をか是と詮。現代語訳、
士大夫の連中は、まあ、官僚、上級の官僚たちはですね、この時に知力、気力、旺盛で出仕して、バラモンの祭司はこの年に修行に邁進をし、世俗の人はこれを祝って酒盛りなどをするが、僧侶はどんなことを正しいとするのがいいのだろう。まあ確かにその男盛り、みたいな感じですよね。あ、猿ちゃん、ありました？中寿環境の詩。中田英寿の詩でもあるのかな。あ、なるほど。中寿ですね。確かに。そうやって覚えるといいかもしれないね。続き。ここに、違う違う。眼を閉じ、頓挫し、仏徳を思念するにしかず。現代語訳。目を閉じて正座をして、仏の徳を思い念ずるのが一番よい。原文。ここに文殊三仏発心来、宗公の儒あり、文慎まやかにして義あまねし、九九金玉にして時々圓入あり。現代語訳。ここに文殊三仏法信来という40行の儒がある、まあ、儒、ポエムですね。文は簡略であるが、内容は普遍的である。一句一句は、玉や、金や玉のようで、一字一字には円満で融通無碍の心が包み込まれている。原文。古文に言う、地名にして易を読めば、魏首イリアス氏と言わんにゃまた、四十の年、年歳にして五八の寿を感ずる親、兄、心よからざれ、ざらんにゃ、達也循環、循環して貫通ここにあり。現代語訳、古文に言っている、五十歳で易を読めば、易、易経とかの易ですね。ごめんなさい。易を読めばその意味は理解しやすいと。まして40の年で40行の儒を念ずるのだ。心よくないことがあろうか。一晩中繰り返して心に感じ理解した。原文。その門分かちやすく、真に下士やすし、下士がたし、懐士がたしかな。いささか同盟のために、引きてこれを述べ、もって120の来となす。かねて法演、二図を作りて、並びに義中を宣す。現代語訳。深い意味、その文は分けるのが容易だが、深い意味は理解しにくい。仮に同盟のために、まあ同盟、若い人やおバカさんのためにですね、引き伸ばして120の来として、同時に方と円の四角と丸とのですね、図を作って、いずれも義中を記した。原文。子犬が湧くは生毛の頭をして三枚の葬った。元より我が心には備わり、二体の親族は、共にこれ常住。近住、貴木は皆これ法恩。安楽、都市は本来胸中にあるを、頓をせしめん。現代語訳。生まれながらの盲人のような、目が見えないですね。盲人のような、何？しるちゃん。あ、勘違いしてました。あ、ぬっしーさんの認識が。丸。何？あ、シャモンの話かな。はい、ありがとうございます。確かね、サンスクリットではシャモンっていうのは結構最初から出てくるんですよ。で、別に仏教じゃなくても使った言葉なんですよね。あの時代の出家者。原義は努力をする人だったと思います。シュルちゃん、この時代全部漢文だよな。当時の人は皆理解、かっこと言っても、それなりの勉学を収めた人、かっこ閉じ。
理解したと思われ、あ、そうなんだ。いや、こうね、中があってね、いろいろそこを見るから分かるんだって、っていうか中すら理解ができないのにね、やばいよね。あ、拍手ありがとうございます。続き読みますね。 生まれながらの盲人のような連中に、悟りの世界の発心物は本来我が心に備わっているものであり、仏教と世俗の両方の真理は、いずれも永久に存在し、鳥獣草木の声は全て仏の御言葉であり、極楽世界は本来胸の内にあるというものだということを速やかに悟らせたいと願う。あ、キリタン、また来ますということで、はい、おやすみなさい、良い夢を。オンバザラシャンティオン。続き、時において飛衆たちまちに過ぎ、日月ここに降りぬ、雲雨白衣を含んで、あるいは注ぎ、あるいは張る。現代語訳。現在は物の哀れを催す秋もたちまちに過ぎ去り、日月も経過した。雲も雨も種々の色に染まり、降ったり晴れたりする。原文、風よ、弦を整えて、たちまちに吟じ、たちまちに静かなり、老衰、平子のごとく、伐木、宿魚のごとし。現代語訳、風に吹かれる木の葉は、弦の調子を整えて、吟じるかと思うと、ひっそりとする。おー、いいですね。風が吹いて、ビューって吹いてて、ああ、風強いねっていう、凡人ならそれだけですよね。でもやっぱこの人の耳にかかると、弦を奏でてる、弦楽器奏でてるように聞こえるんですね。続き、老衰平子のごとく、伐木宗教のごとし。これは、滝の水は鼓や太鼓のようであり、木を打つ音は宿魚を打ち鳴らすようである。宿魚っていうのも何かそういう楽器みたいですね。漆、注釈を見ると、漆桶のような形で方形の楽器が宿、演奏の始めに鳴らすと。呉というのは虎の伏したような形の楽器、演奏の終わりに鳴らす。まあ両方打楽器みたいですね。始めと終わりに鳴らすんでしょうか。続き、原文。競売、長く封じて、桂馬、小桂、馬馬響く、剣羅、袖を投じて、技、遠足を通すですか？これ、ちょっと待ってください。一応、ここの注釈を読む、訳を読むと、仏典を長い間読受し、鐘や桂が時々響いてくる。曲がった音をしとねとし、松やヒノキをご馳走とする。あ、ちょっと一行抜けた。鐘や桂が時々響いてくる。ぶら下がったツタは袖を広げたようであり、器用な猿は、あ、猿出てきたよ、足ずりする。曲がった音をしとねとし、松やヒノキをご馳走とする。猿っていうのは高野山いるんですかね。まあ山だからいそうな気もするんですけどね。しるちゃん、原文、漢詩そのものを見ると、音と韻、漢字の使い方は見事という他はない。あ、そうなんだ。この本は最後の方にですね、まとめて漢文載ってますけどね。これ、多分その中国語で発音したら綺麗なんでしょうね。なんかさっきも、屏風頼まれて、いや、私、とてもそんなの書けませんよ、なんて言いつつですね、途中からその、
初論とかですね、その音韻論まで入ってってね ちょっと待って、さっき書けないって言ってたの誰みたいな風になってましたけどね、言葉の達人ですね。さて続き、原文。茶湯一銭一円、逍遥またたる。ああ、巨湯三層に喰らい、エオン臨泉に飲む。現代語訳。お茶の一杯、あたりの散策にも満ち足りる。ああ、陰者巨湯は、三択で暮らし、山や沢で暮らし。巨湯っていうのは、昨日か一昨日読んだところにも出てきたと思うんですけれども、ですね、行にですね、位を譲られたんですけど、嫌だって言って隠れてしまった人ですね。ね、この巨湯は山や沢で暮らして、高僧の絵音は林の泉で飲む生活。絵音さんという人は東晋の時代の高僧、注釈、廬山の東林寺に住み、廬山昇流派のあの廬山ですね、30年余りを過ごして白蓮社を結成した。浄土宗の始祖として尊ばれる。白蓮社って、いわゆる白蓮教になっていく、白蓮社なんですかね、ちょっとよくわかんないんだけど、白蓮教徒の乱とかありますよね。あれって浄土教だったんだ。なんだっけ、ワンチャイ、リーリン・ジェイのジェットリーになる前ですよね。あれでも白蓮教徒が出てきますよね、ワンチャイの通貨なんかで。さて続き、ここ「曲がれる根を人根となし、小白を公然とす。左右一円逍遥またたる。ああ、巨湯三層に喰らい、エオン臨泉に飲む。」この続きですね。その天秤に任せて昼夜安楽なるものは、まことにこれ行実の力なり。その功は学を多い、その徳は海よりも深し。現代語訳。自己の天性のままに生きて、昼も夜も安楽なのは、実際行、聖天使の行とも言うべき天使様のおかげである。この時って、嵯峨天皇ですかね、嵯峨天皇に聖天使の行をですね、なんかね、そういうふうに言われちゃうとちょっと嬉しいよね。伝説の聖天使。シルちゃん、北斗ネタは外さないな。なんかおいら言った？なんか言っちゃった？ちょっと待って。やばい、覚えてない。続き。その功は山を背負うほど大きく、その徳は海よりも深い。原文。徒僧の格、ついに死格、帰ることを忘れ、いつ言うの死、何ぞ懐を広くせざらん。この景物に対して、誰か手足に耐えん、主足に耐えん。現代語訳。仏道を修行する人は、かくて帰ることを忘れ、自然に免れた人は、どうして、自然に逃れた人はですかね、どうして気持ちを打ち広げないことがあろうか。この景物に対して、美しい景色に対してですね、誰が手足の踊り出すのを、恐れ抑えられようか。ここの手足に耐えんっていうのがですね、注釈があってですね、手の舞、足の踏むことを知らない喜びの表現のつもりらしいが、無理な言い方。空海の文には自分だけ納得した無理な表現が時々見られるって 注釈が書いてあるんですけど やばい。原文。すなわち志を移して曰く。
現代語訳、そこで私の気持ちを記して言う。あ、廬山少流派、それはね、あれですよ、セイントセイヤですよ。しゅうちゃん。はい。やばい。北斗ネタと、あとはあれですね、男塾ネタと、あとジョジョネタ。西洋は初めて言ったね、確かに。続き、じゃあ詩のところを読みますね。最後のところで読みます。原文、紅葉山野に作るも、草々兄詩集アランニャ。現代語訳、黄ばめる葉が山野で尽き果てても青き天は一体始めと終わりがあろうか。蒼天すでに死し、まあいいや。原文、ああよ五八の年、常夜に炎入を思う。現代語訳、ああ私は40の年である。長き世に、長き世っていうのは、まあ、迷いの世の中ということなんでしょうけど、俗世ということなんでしょうけど、長き世に円満で融通無碍の仏の心を思う。なるほど。あ、ありがとうございます。サルちゃん、それです。それです。続き原文。不運いずれの床よりか、いず、元これ、上国風。現代語訳、浮雲はどこから現れたのか。本来それは清らかな虚空なのだ。原文、一心の趣を断然と欲すれば、山陽天柱に明らかなり。現代語訳、我が一心の世界を語ろうと思うと、それは日、月、星の日、月、星の3つの光が中天に明るく輝いているようなものである。なんか非常に美しい、最後は美しかったですね。サルちゃん、初期ありがとうございます。お大師様、自然萌え。ではですね、以上で中寿環境の詩なんですけれども、詩の部分だけもう一回読みたいと思います。綺麗な景色で踊り出す。でも踊り出すって、いや、なんかどこまで浮かれちゃうのみたいな感じで可愛いよね。 ちょっとこう、なんでしょうね、オーバーな表現なんですけれども、この時代はそういう感じなのかなとちょっと思ってます。さて、ではいきます。紅葉山野に作るも、草々兄詩集アランニャ。ああよ五八の年、常夜に炎入を思う。不運いずれのところよりか、いず、元これ、上国。一心の趣を断然と欲すれば、山陽天柱に明らかなり。極める葉が山野で尽き果てても、青き天は一体始めと終わりがあろうか。いや、ない。ああ、私は四十の年。長き世に円満で融通無碍の仏の心を思う。浮雲は、言いにくいね。浮雲はどこから現れたのか。本来それは清らかな虚空なのだ。我が一心の世界を語ろうと思うと、それは日、月、星の三つの光が中天に明るく輝いているようなものである。以上、中寿環境の詩、終わります。なかなか最後は良かったですね。これが言いたいがためにめっちゃ引っ張ってきたんですね。前振りが非常に長かったですね。
ちなみにちょっと注釈を読むと、この山陽ってなんか電気屋さんじゃなくてですね、3つの、曜日のようなんですけれども、日月星日月星の3つの光のことなんですけど、これは三密、神喰の三密に例えるのではなかろうかというふうに指摘があります。サルちゃん、踊るポンポコリン、あ、踊り出す。なるほど。というわけで、ま、以上で、遍照法華経少量集末期の第3、中寿環境の詩終わります。しるちゃん、先に進むとお大師様、引きこもり的な話があったりするよな。都会は苦手で山にいる方が性に合っているとか、ネタバレ注意。ネタバレ注意報。そうだね、そんな話も確か出てくるよね。どうなんですかね、結局お大師様は畿内誕生説とかが出たじゃないですか。それで実際どうだったんですか。なんか野山を駆け巡ってるようなワイルドな幼少時代だったんでしょうか、それともシティボーイだったんでしょうかね。なんかその辺もちょっとどっちなんだろうっていうことで、かなりね、印象変わりますけどね。次の日はちょっと短かったんですけれども、ちょっとそこもね、なかなかいけないですね。思ったより進めません。ですね、牧野さんは、100トンの綿と兼ねて七言の詩と恩師セラルルを写し奉る詩、それから判安土弁昌寺の陸府に赴くに送る詩、これと新羅の道者にあたうるし並びに上、この3つでですね、終わりなので、明日第3終わるでしょう。なんかこんな、少量集全10巻なんて終わるの？なんて思ってたんですけど、意外と2回か3回ぐらいで1巻読める感じなので、まあそれでもね、1ヶ月ぐらいかかるってことか。でも逆言ったら1ヶ月で読めちゃうんだね、通読できちゃうんだね。サルちゃん、元これ上国なり石の趣を、これそれなんて読むの？ なんて読むの？断然とでいいのかな？発せば、山陽天柱に朗らかなり、明らかなり。ありがとうございます。山陽神喰ではないか説明も、メモ。サルちゃんが持ってる本はね、ビギナーズ用の本ですけれども、私はそのシリーズは好きですよ。結構人にはね、おすすめしてます。和歌の勉強を始めたいって言ってる人なんかには、それの深呼吸は非常に分かりやすかったですね。ごじった、大丈夫大丈夫、脳内変換するからみんな優しいから。シルちゃん、大学中退してヒャッハーと山岳修行に明け暮れ。ヒャッハーなのかそれ、ヒャッハー。 はい、分かりました。やっぱり野生児だったのかな。なんかねえ、最澄は多分違うんだろうなって感じがしますけどね。割と去年は平安のね、連載ものが漫画界ではいくつかありましたけどね。というわけでいい時間になって、サルちゃん、ダウン、そうですね、そっちでございます。はい、じゃあこの辺で終わりにします。やてやてやらやてやらそぎゃてぼうじいさがぎゃてやてやらやてやらそぎゃてぼうじいさがぎゃてやてやらやてやらそぎゃてぼうじいさが、般若心経なむだい心情金剛なむだい心情金剛なむだい心情金剛なむだい明神なむだい明神なむだい明神願に宿毒不義を一切が豊洲城海軍城仏道。以上、竹馬書房、弘法大師空海全集第6巻、遍照法華経少量集末期の第3、中寿環境の詩終わります。それでは皆様、おやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティン。また明日。